はい、お疲れ様でした。ですね、2019年、9月から始まった、庭の改装ですね、本日終了しました。約1年ちょいですね、1年と2ヶ月かかりました。いやー、長い戦いでした。いつか終わるんですね、やっぱりね。ビフォーアフターでですね、雑木林みたいなね庭を、撮っとけばよかったですね、動画でね。とりあえずですね、作業が完了しましたんで、どんな風になったかね、ちょっと説明しながら、やっていきたいと思います。すいません、あー終わった、本当に終わった。さあどうぞ引き続きご覧ください。ですね、これ切った、木の残骸ですね。ここもね、ここも切って、でこう塀沿いにねある、これ持ちの木っていうんですかね、これもね、高さがね、かなり高くてですね、脚立を入れないと、切れなかったようなね、これもね全部短く切りました。だいたいね高さ的に160センチぐらいね、160センチぐらいで、主幹の、幹をねバッサリと切りました。でこの辺のね、節目からねどんどん細かいね、葉っぱが出てきてるんで、これでねだいぶ景観整うんじゃないかと思いますね。でこのモミジね、遠目から見るとねすごいいいモミジなんですよ。でこのモミジも、透かし剪定、全部ですね、葉っぱのボリュームを抑えてですね透かし剪定を施しました。で奥のモミジもですね、これも透かし剪定です。かなりねボリュームがあって、下のねこの芝の部分にね光が入らなくて枯れちゃうぐらいね葉の密度が濃かったんですけども、これもね透かし剪定でねかなりねいい感じになりました。でここのね、モミジもですね、これもねちょっと早めに、透かし剪定ねやりましたね。これ木わかんないですけどね、これもねこんななんかアフロヘアみたいなねモリモリになったんですね。これもねみんなサクッとやりましたね。でこれ金木犀もねものすごいボリュームでモリモリだったんですけど、こちらもですね、かなりですねもうさっぱりねやりました。でこれ南天の木ですね。これがですねもうどうしようもないところにねゴミのように扱われたんですけれども、どうやらねこれ白南天らしいんですね。白南天ね、ここに持ってきて、これ縁起物なんでね、かなりねシンボルツリー的に、入り口にねなるようにしましたね。でこれ木刻もねここの主幹バッサリ切ってちょっと竹詰めてね、で透かし剪定ですね、透かし剪定。これこの柿の木ねすごかったんですよ。高さがねこれぐらいあったのかな、もうねどれぐらいかな、一番長い脚立、アルミのね、造園屋さんが使う脚立の一番結構ね高いやつで、さらにね、ここの部分からさらに1メーター50センチぐらいまでね、木が入ったんですね。こっち側もですね、こことここの2箇所からブワーッと生えてて、この辺まであったのかな。でもうね下の方の葉っぱにね全然光が入らないんで、毛虫のね温床になってました。なんで、これもね全部、剪定しましたね。でこっちの柿の木もそうですね、この柿の木もそう、ここも、かなりねかぶってるんでね、ここのね幹からね主幹から切ってね、見てください、これ全部切り株です。切り株こんだけ切りましたよ、すごい、まだまだありますね。でこれが、ツツジの根っこです。約ね40株
40株ぐらい、ツツジのね根っこがねここにあります。これはね去年やったやつね。でここの、塀沿いのね、ここの生垣になってたねここのあれもね全部ね綺麗にねカットです。でここの、ツツジの根っこ、これがね1個あたりねすごいんですよ。ほらね、これどうしようかね、後々考えていかなきゃいけないですね。まあ樹木というのはですね後々のことを考えて、植えるようにしないとですね、もうこうやってやって残された、ね、方はね大変ですからマジで。でこの通路沿いにねブワーっとこうやって今のね抜いたツツジが入ってたわけですね。ここもですね、ここもずーっとここからブワーっともうツツジがずーって入って、ツゲがあって木刻があってシマトネリコがあってサザンカがあって、でこっち側もですねここもブワーっと入り口のこっちまで全部ツツジ、ここも全部ツツジですね。でそのツツジのコンディションもですね、もう終わってるんですよね。要はもう木がねかなりもう年取っちゃってるんで、もう花も咲かなければねどうしようもなかったんですね。それをまあ全部ね、切りました。でねあとここだ、この切り株、ここはね、ヒバの木ってわかりますかね、ヒノキ科のねあれでねヒバのね木が入ってたんですね。でここにもヒバが入ってたんだ、ここからねブワーッとヒバ出ててね、これもヒバ、ヒバね。でこのままずっと行くじゃないですかね、ここも全部切りましたからね。これもだいたい160センチぐらいにね、庭の周りの木、これも見てください、これもツツジの根っこ、これとこれ1個あたりですね100キロぐらいあるんじゃないかな重さ。これヒバの葉っぱね、これヒノキ科のねあれでねヒバの葉っぱ、ヒノキ科の木です。でものすごいね、ボリュームでですね結構圧迫感があるので全部切りました。で、これねここもね全部ね芝張ったんですよ、こんな感じにね。これが、これツツジだね。でここの、ここのね芝だけで1000枚です。100束、やりましたね。木刻ですね。でこれが、金木犀。でここにね梅の木があったんですよね。梅の木ね、もうひどかったんでこれねカットしましたね。でこれがサザンカかな、サザンカもねモリモリだったんで、これ結構ねやばい毛虫つくんで全部剪定。サルスベリね、これも剪定です。でモミジもこれ全部剪定して、ここの木刻ですね、これもモリモリだったんですけど全部剪定ですね。剪定してこれもあれですね、金木犀、これも剪定。でさっきのこの2つね、これツツジの根っこ、150キロぐらいなんですけど、この根っこがこことここに入ってたんだよね、こことここに入ってて、この辺にわけのわかんないイチジクが植わってて、イチジクの根っこがブワーっときて、ここからまたイチジクが出てたのね、すごかったね、ほんと尻滅裂ですよ。でこの辺にもねなんか植わってたんだよな。でその辺も全部抜きました。で見てください、こっちもね根っこもうこんな持ち上がんねえよ。これも、ツツジで、これツゲ、ツゲの根っこです。うん、すごいでかいから、ほらこれ足これこんな感じ、これすごいでしょ、もう持ち上がりませんね。でこれここヒバ、これもヒバね、これもヒバ、ヒバね、ヒバ全部抜いて、ここにヒバの幹がねブワーってありますけど、これヒバの葉っぱ、これヒバですよ、全部ヒバ、もうねえらいこっちゃですね。いやこんな感じです。とりあえずね、ダンゴムシくんたちがねかなりこれを、分解してくれるんじゃないかと期待しております。でここの、モチの木、これも、全部ね剪定しました。
高さねだいぶ切って、頭ちょん切ってね、枝をちょん切って、まあ切った切ったすごいですよ。ここだけで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 本、18本19,20,21,22,23、ここだけでも23本ね、これ全部切りましたね。見てください、これ木の残骸。いや1年かかりました、1年ね。まあとりあえずですね、私がやらないとですね、やる人がいないので、とりあえずですね、1年かけてですね、ほぼ終了しましたね。いやこっちも半分だけで二十何本で、そこを抜いて約30-40本ありましたね。いや終わった。とりあえず、年内ね、年内12月いっぱいまでかかるかなと思ったんですけども、ようやくですね、10月下旬最終の、月曜日ですねに、全ての作業が、完了しました。いやー長かったです。で最後ですね、これなんつうんだ、これカシの木っつうのかによくわかんないんだけど、これをですねやらなきゃいけないわけですよ。これ高さでだいたい6メーターぐらいあるのかなね、6メーターぐらいありそう。もうねすごいですよ、この幹、うわーっとこれをね最後ね、年内中にこれをやらないといけないわけです。すごいでしょこれ、どうすんだよこれでね。それスズメバチのトラップね仕掛けてあるんですけど、ここのねこの辺の柿の木にね秋口ですね、先々週かな、まだ25度ぐらい気温があった時に結構スズメバチだけでね7匹ぐらい来てたかな、柿のあのなんかぐじゅぐじゅした柿を食いにね来て、でそのこの木にねなんかねいるんですよ、スズメバチが。なんか巣は作ってないんだけどなんか休憩所みたいになってて、でね、蜂のトラップをねこれ仕掛けたんですね。これねこいつ蜂のトラップ見て、これで蜂のトラップ仕掛けたら、その次の日からですね気温がガクンと下がって、最高気温21度とかねかなりね、低い気温になったんで、スズメバチいなくなりました。そんなもんです。はい、いやー長い戦いが終わりましたね。いや相当ですよ、本当にね頑張った、マジで本当に2019年と2020年僕頑張りました。これがねばあさん、おばあちゃんね、おばあちゃんの家がすぐ近所にあるんですけども、おばあちゃんがね使ってたね火鉢なんですって。で火鉢ねずーっと物置にね置いてあったんですけど、これねメダカ買おうかなと思ってね、雨どいの、水がピューっと降りてここ水溜まるんですけど、ここでね、メダカの、水蓮鉢をやろうと思います。これねでこれがねこの雨どいからこう降りてくるなんつうのこう伝うやつよくわかんないんで、これ銅なのね、銅で銅は銅のねこれをね水の中沈めとくとボウフラが、蚊の幼虫のねボウフラが羽化できないんですよ、知ってました？あのね銅を沈めとくとボウフラがね最後ね成虫になれないんですって。で最後ね水の中に溺れて死ぬらしいです。なんで、こういうね水蓮鉢とかね、メダカのねビオトープやってる人ね、10円玉とかさっきのね銅のパーツ何でもいいんですよ、銅をね入れとくといいらしいですよ。ということでね来年試してみますね。いやーということです。とりあえずですね
火曜日がね、いつも僕はヘロヘロなわけですよ。要はね、36度、気温36度、37度、体温を超えるようなね、暑さの中も、ずっとやってました。6月ぐらいからね、本格的に、6月にね、この柿の木にね、ものすごい毛虫がついたんですよ。で、もうそれを機にね、一気にやろうと思って、もう全部6月からね、一気にやり始めたんですよ。で、芝刈りのね、動画をね、バックナンバーの芝刈りの動画を見てもらうとわかるんですけど、ここのところにバーっと垣根のね、あの生け垣になってるね、木のね、葉っぱ、だから隣のね、お家がね、見えないぐらいまで木がモリモリになってるんですね。で、この木がね、倍ぐらい、これぐらいまでの高さで柿の木ボワーってなってるのね、あの芝の動画見てもらうと分かりますよ。すごいことになってましたから、とりあえず。ということでですね、約1年と3ヶ月、僕の長い戦いが終わりました。完全に終わりました。あとはラスト、この木をあれですね、剪定、この1本残してですね、ほぼ終了しましたので、ようやくですね、これから月曜日の定休日は、プライベートのね、時間に費やせます。これでようやく、人並みの生活が送ることができます。いやー、長い戦いでした。ということでですね、次の動画、何が上がってくるかちょっと分かんないんですけどね、次の動画もお楽しみに。でね、この間の蚊のね、動画やったやつ、ここね、これここのマスと、ここのマスね、これですよ。でね、あとこれ気になりません？これ何のためにやってるかというとですね、水ジャーって出した時にね、いい？これ水ジャーっと出した時にこれ引いとくと、あの水跳ねないんですよ。飛び散ってこないの。これがないとブワーって跳ねるんですけど、これ入れとくと、飛び散らないんで、これいいっすよ。100円ぐらいで売ってます、ホームセンターで。ぜひやってみてください。はい、ということで、以上っす。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。次のですね、動画もお楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。さよなら。終わった。